シャーロック・ホームズシリーズマイクロフト、ホームズマイクロフト・ホームズは、アーサー・コナン・ドイルの推理小説、シャーロック・ホームズシリーズの登場人物。シャーロック・ホームズの兄で、7歳上とされている。いくつかの官長で、会計検査の仕事をしており、表面こそ下級役人であるものの、実際には、その卓越した頭脳で、政府の政策全般を調整する重要なポストにあり、その記憶力、 知識を生かしてイギリス政府の中でも重宝される存在になっている。それゆえ、シャーロックには政府そのものと評される一方、彼とは対照的にあまり活動的な性格ではなく、活動的でさえあれば私より優れた探偵になれたであろうとも評されている。シャーロック以上の観察力、推理力を持っているが、事件の推理についてはあくまで道楽として考えており、彼には もし探偵の仕事が安楽椅子で推理することに終始するならば彼は今までで最も偉大な探偵だったろうと評されている。人付き合いが嫌いなものばかりが集まったペルメルにあるディオゲネスクラブの創立発起人会員でもある。作中ではシャーロックに事件解決を依頼したりしている。また最後の事件から空き家の開示までシャーロックが 世間から身を隠している間、彼を金銭面などで支援したりもしている。ギリシャ語通訳最後の事件空き家の冒険、ブルース・パーティントン設計書、ありがとうございます。